ない時ってこの定点でなんかずっと、ああ一応ないです、ないです。一応なんか設置されてるものはあるんですけど、スイッチはもうスタッフの人がパッと入れるんで。はい、じゃあ本当の二人っきりの空間の時間はあるわけ。あります、あります。そういう時ってどんな感じになる？なんかカメラが回ってるのと回ってないのでやっぱり意識するじゃん。意識ない。意識、僕はあんまりそんなに大丈夫ですけどね。なんか、あんまりないかったかもしれないです。まあちょっとした気は使いますけど、あちょっとこっち向きだったらちょっとあこっち向き向いた方がいいのかなとか、なんかちょっとあの。あとよく言われてたのこの帽子かぶってるとちょっとこれ反対にしてみたいな感じをして、あこれマーク、あの要はこの顔が見づらいからこっちの方が見づらいよっていう、ねね、見やすいよみたいな、あなるほど、ね、そういうのはあったっすけど、それはちょっとたまにあの光の都合上こう上からこう当たってる光の時とか、あそう倒れちゃうので、なんかそういうのとかはキーにするようにはしてましたけど、他は割と普通に自由だね、はい、すごいね、そんな番組成立するんだね。でも多少どっかで気を使いながら今みたいなのとかがないと確かに良くないのかもしれないですよね。でも、はい、鳥がすごいね、ピーちゃんが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 自由に咲いてる。いい感じで。正直1ヶ月、はい、そんだけ一緒に言うなれば、はい、あれ、本当に相手も知らされてないの？一番知らされてないです。で、もうこれもいろんなところでブログなりなんなりいろんなところで言ってるかもしれないけど、ここでもう一度本当に偶然なの？じゃあもともと仕事仲間の方で出会ったら偶然ってことなの？はい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 、あそのそもそも知ってたんですもんね。そうなんですよ、パートナー、ね、全部見てますから、はい、行くことが決まって大体どんぐらい前だったんですかね、まあでも10日前ぐらいとか2週間たっないぐらい前にはもう知ってたんですよ。で日程はこういう日程になりますっていうのを言われて、じゃあ9月の何日にみたいな、なんかそう言われてて、で、まあ、9月じゃないですけどね、相手は知らない、相手もあもちろん相手も知らないですけど、そう要はもうじゃあこの日程で結婚式スタートするから準備しといてねみたいな、開けといてね1ヶ月みたいになってて、で要は同じことを言われてる女性が地球上もどっかにいるわけですよ、うん、だからちょっと敏感にその1,2 週間を反応して、うん、いや同じ生活スタイルなわけなんで、うん、そう発信してる人もいるのかなとか、うん、例えばその向こうのすごい見た時にあの特技とか、うん、料理作るの好きです、うん、お菓子作りますみたいにしたら、うん、なんとなく日常でそういう話したら、うん、あこの人もしかそうなのかなとか、思っちゃったり、そうじゃないですか、インスタとか見ててお菓子あげてたら、あれこの人お菓子作るの、もしかこの人とかかなとか、ちょっとそういうのを敏感に反応してしまってて、でそういうのを敏感にアンテナ張ってる時の3日前か4日前ぐらいに、うん、なんかその与えられたデータはその、まあ、京都出身でお菓子がなんとかでとかあって、うん、っていうのがあってて、あれこの人お菓子あげてると思ってパッと見たら、うん、あれなんか出身京都だこの人ってなって、うん、あれってお菓子作っててっつって、しかもちょうどなんかコメントみたいのに、うん、なんか4日後からちょっと1ヶ月人生に向き合う時間取ります、あれこれあれみたいな、あじゃあ予想はついてたけども、でもやっぱ知りはしなかった、確信はなかったですけど、でもちょっと分かっちゃったかもなと思って、でまあスケジュール感もなんかその沖縄行ってみたいな、あこれ多分そうだわと思って、僕結構ちょっとそのなんか嫌だったんで、一応そのスタッフの人に伝えて、あの多分分かっちゃったかもしれないんですけどって言って、でその番組やっぱこそいきなり初対面が合うじゃないですか、コンセプト的にそれは果たしていいのかなっていうそののもあって確認はしました、一応多分知ってる人なんていうの多分、まあ、多分間違いないと思うんですけど分かっちゃってって言って、たらまあ向こうにも心配されて大丈夫みたいになって、まあ大丈夫っすけどっていうリアクションちょっとあれっすねっていう、なるほどね、なんか、まあ、やらせじゃないっすけど、なんかちょっともうほぼそうなってるんだろうなって分かってんのに驚くっていうのがちょっとできないから僕は下を見てました。ああそれそういうことなのね。僕はいやそうこれはだったら嘘じゃないし、まあ、うん、それは
本邦初公開じゃないけど、まあそうですね、あそう、あれはあの下はそうなんだ、下ってでもそれは悪気、あのわざとじゃないもんね、そうなんですよ、あのぐでもだから分かっちゃったっていうだけであって、うん、そもそもの最初の質問は本当にじゃあ偶然だったってことだよね、スタッフさんを知らず選んだ2人が最初から知り合いだった、だったっていう、すごい確率なんだね、どうなんすかね、まあ、ね、そうっすね、でもちょっとその僕その仕事でもカメラマンで大体10回は撮ってないと思うんですけど、撮ってる人だったんで、まあ密にねなってるわけじゃなかったんですけど、ちょっと勘ぐってほしかったなってところありましたね、カメラマンやったら向こうもそういうモデルみたいのもやってるからどっかで会ってたりするんじゃないっていう発想は持っててほしかったなって思いました。やっぱりちょっとそういういろんな周りも見えるしイメージもできちゃった、まあ、そのだから早く分かったこともあると思うんですけど、まあ、もうちょっとその初対面感があってももうちょっと良かったのかなって思ったりもしたんで、あスタッフさんってことね、そうですね、あでそれを早く分かってくれたら一回まあこの企画は、まあまあ、もう白紙にして本当の知らない者同士にもう一回企画を直そうかってことね、知らない、そう、あまあ、結果論ですけどね、まあ、まあ、うまくいかなかったんで、うん、っていうのもありますけどね、でもまあ、はい、あの本当結果論だけどそれはそれで見る側としては楽しかったけどね、あ本当ですか、そんなあのなんてついこの間まで知り合いというか、まあ、仕事仲間だった人がいざ、まあ、ちょっと分かっちゃったのはあるかもしれないけど、はいはい、それは本来ないことだから、ね、全く気にしてなかったらそれが2人があったらっていうのはまあ面白いっちゃ面白い、ね、はい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 、あそんな裏があるんだ、ね、そうなんですよね、面白いね、ということで、まあこれからご覧になる方、ご覧になった方々こんな感じの裏話があったということでございましたけども、いろいろお話ししていただいてありがとうございますね、本当大丈夫です、あのバッチリです、バッチリでございますか、あの僕もあの YouTube をやっていますので、そうそう、嵐くんも YouTube やっておりますので概要欄に貼ってきますので、嵐くんがですね結婚をゴールにして結婚までの道のりを、ね、いろんな人とそうですよね、アドバイス聞いたりとかいろんなことやってみたりする企画の YouTube チャンネルですね、そうですね、はい、まさにも出ていただいてますからね、はい、ぜひぜひそちらのご覧になって、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします、お願いします、はい、ということで本日のゲストはですね、いきなりマリッジ2に出演されてた安尾くんでございました、皆様チャンネル登録グッドマークの方よろしくお願いいたします、お願いします、またね、ありがとうございました、ありがとうございました、テレビチャンネル登録よろしくね。